はい、恒例というわけでもないけれど、恒例の、実会席をやってて、辛いので、その辛さを語ろうという、以前、確率微分方程式で同じような動画を作りましたが、あれから時は流れ、私は最近は実会席をやっていて、辛いので、その話をしますと。で、お前ら実会席やってますかと。お前らって言ってるのは、機械学習や、について言ってますね。で、まず実解析なんだよっていう、まずこの言葉からしてなんだよっていうね。実解析、これは普通に実解析とは何かっていうのを見ると、現代ではもうよく分かんなくなってるってみんな答えるというひどい分野なんですが、ただこの言葉を使うの、まずその前に大雑把な世界観の話をすると、速度論ってあるわけじゃないですか、基本的な。速度論。で、これは、みんな知ってると。みんなって誰だよっていう話は、置いといて、速度論。で、関数解析っていうのがあって、これは死ぬほど難しいと。関数解析っていうと、ヒルベルトスペースとかですね、解が書けない。もう字を書かないので。ヒルベルトスペースとバナッハスペースで、LP 空間がどうとかいう、難しい理論があって、まず速度論っていうのが普通あるわけじゃないですか。で、速度論はみんな知ってると。で、関数解析っていうのは、この速度論を使って、関数および無限の点列同士の、幾何学のようなことをやるのが、関数解析だと乱暴に言えば言えると。で、実解析っていうのは何かっつうと、気分的には、こんな感じに、こうあるのが実解析。実際は関数解析のサブセットな気もするんだけど、現実的にはそうでもない。そうでもないというか、実解析では使ってるっていう分野が結構あって、やっぱ関数解析はそのヒルベルトスペースの内積だとか、そういう方向に行きがち、話が。一方で実解析はもっと関数自身の、特に確率論的な話をすると、そのランダムバリアブルとか、そういう実数に遮影されるような関数についての性質を調べるみたいなのは結構実解析でやると。で、関数解析マスターしてれば実解析なんてマスターなんじゃないのっつうと、そうかもしれないけど、普通の関数解析の教科書ではあんまりやんないようなことってのは結構あって、で、実解析の方で結構やると。で、実解析っていうのは、こんな感じなんで、その速度論は含んでる、普通は。というか、普通は速度論の上でやる話だと。で、実解析っていうのは気分的には、複素関数に対応する実数関数な感じなんだけど、複素関数論って普通流数定理とかやるじゃないですか。で、あれよりも、実数の関数って簡単そうに聞こえるんだけど、自分のやった印象では、だいぶ実解析の方が難しい。で、しかも実解析って言うと数理変換とか出てくるんで、別に、そんなに実数でもない気もする。この実解析っていうのは、この速度論を使った上ですごい細々とした関数の性質というか、要するに速度論なんですよね、実解析は。大体は速度論の世界で、速度論って言った時に、普通入門書は、なんていうか、ルベーグの直積速度とかだとか、ルベーグの収束定理だとか、不憫の定理だとか、飛べる、なんだっけ、じゃあ不憫の定理か、それは。とか、あと、なんとかの補題だとか、よくある定番の話題をやって、普通は速度論は終わるわけですが、
その先の話を結構やるわけですよね、実解析の方では。速度論だから、そういう点では速度論と言ってもいいのかもしれないんですが、もっと、具体的な応用、特に普通実解析っていうと、個人的な偏見を言わせてもらうと、確率論が結構入るっていうか、速度論の上の確率論では扱わないぐらい進んだ話題は実解析って名前のついてる教科書に書いてある。それがなぜ実解析なのかは私もよくわからないんだけど、なんで、もうちょっと具体的な話をしていこうと。ちなみにこの動画は別に最後まで見ても何にも得るものはないです。その大変だぜっていう話なんで、はい、まあいいです、続けますと。で、普通速度論、世の中最初確率論っていうのがあるわけじゃないですか。なんかサイコロっていうのはなんか母集団があって、でその先になんか事象とかいうイベントとかいうのが定義されて、サイコロが偶数の目が何とかだとか出てくるわけですよ、普通は。でそこでなんかさらになんか確率変数とかいう言葉が唐突に出てきて、これが何だかよくわからないと。で変数、例えば2つのサイコロの目を足した時の和の値が確率変数だとか、出てくるわけですが、何を言ってるのかよくわからないと。でなんかその後に分布とかいうのが普通は出てきて、これもこの辺がすごいなんか入門書で必ず書いてあるけれど、さっぱり意味がわからなくて、で昔は意味がわからないなって思ってたんだけど、今見るとその、わかるわけがない、この辺の話を。この入門書を書いてるやつらも別にこれは入門書でわかるように説明をしてるというよりは、その先に進んだ話題をただ古典的な世界に翻訳してるだけなんで、その先に進んでる話題を見てないと何を言ってるのかがさっぱりわからない。でこういう古典的な話があって、その後なんか普通は積の法則とか、なんか同時確率がなんかこうなんか P、B、given A とか、その条件付き確率だとか積の法則だとか、なんか和の法則だとか、いろいろやってですね、マージナライズとかしたりとかするみたいなのが古典的なやつですよね。これ古典的な確率論と。はいと。でやがて、大体こんな感じでいいんだけど、やがてそのもうちょっとなんか、なんで必要なのかって言われると私もうまく説明できないんですが、この速度論をやるわけですよね、人々は。速度論で確率ってのは、その実は確率速度であると。だ全体全集合っていうのがあって、でこれのなんですかね、シグマ大数とかいうなんか事象族に相当するものがあって、ボレル集合族でいいと思うんですが、個人的にはいいとして、でそのなんかボレル集合族を測る速度 P とかいうのがあると。こういう3つで、このベータっていうのはこいつのサブセットというか部分集合を集めた集合族になってるわけですね。でこの3つがその母集団集合族確率速度の3つで、確率空間とか言われるわけですよね。で確率空間、みんな習うわけですよ、ここまでは。でここで初めてなんか事象とか言ってたのは何だったのかなみたいなのが、なんだこれのことだったのかと。ボレル集合族のことであると。でなんかそいつは P っていう速度で測れて、普通にユニオンが足し算になるとか、そういう感じな、ルールがあって、でそういうのが存在するようにこのベータはそもそも定義されてるんで、ベータというか B は定義されてるんで、ちゃんと確率は定義できますね、よかったっていう話が出てくるわけですよ。でここまではいい。
でこいつはなんかコルモゴロフ的な公理論的確率論とか、まあそんな感じな呼ばれ方を普通してると思う。でやっていくとけど、ここで確率変数のところがちょっとなんかふわっとするんですよね。まあ分布もなんかふわっとした話で、この母集団と事象と確率速度に関してはまあかなりちゃんとしっかりやるんですが、あんまりそっから先の話はここではしない気がする、個人的には。はい。でその後本題である実解析が来るわけですね、自分の中では、私の世界観では。まあちなみにこれ本当かよって言われそうで、本当なんですかね、わかんないけど、なんで機械学習屋が実解析をやる羽目になるかという点ではこれは正しい。まあ、実解析ってのは来るわけですよ、この次に。これ何かっていうと、そのランダムバリアブルっていうのが、その加速な実関数、加速な関数、まあ実関数っていうんですかね、地域が実な実数な関数、これ多分加速ってだけだったら別に実数である必要ないと思うんだけど、まあちょっとここら辺の定義はすごい怪しいんですよね。っていうのがあって、でさらにディストリビューションファンクションっていうのがまああるわけですね、普通は。でこれは累積分布関数って普通は言われていたものなんですが、古典的では実解析より後の世界ではみんな分布関数と呼ぶようになる。なんで分布関数って言ったら、そのいちいち累積分布関数だって思っているとなんか読んでて辛いんで、もう最初から分布関数イコールその累積分布関数のことだと思うように、その心の中の定義を改めなきゃいけない。で分布とか最初に言ってたやつは、これはローって言われるものになるわけですね。ロー X、 これが分布と呼ばれていたもの。日本語訳よく知らない、法わかんない。でこっちの世界に進むと、その確率速度の P はあんまりいらなくなるというか、定義によれば基本的にはそのこの X の逆像に P で測ったもので、この新たな確率速度が定義できるわけですよ。でこいつも実は確率速度になっているっていうことが分かって、というかそれは速度論のレベルで分かるんですが、で結局このランダムバリアブル、このランダムバリアブルを中心にいろいろ理論を組み立てる結果、なんかこいつあんま出てこなくなるんですよね。もうなんかもう最初からこの2つを合わせた、まあ、P' っていう確率速度は考えるわけだけど、まあもともと下の確率空間がどうだったかとかってそんなに出てこない。特に下がその実数の場合、要するに分布を議論しようとする場合、普通なんかこういうのがあって、なんか正規分布はこうですよとかやるわけじゃないですか。なんかこういうのを議論しようとすると、この横軸って実数なんで、普通になんかあんまりこの集合論的な確率速度抽象的に展開しても、そうは言っても、まあ、分布とか話をすると実数やんみたいな話になるんで、そのあんまりこの P とかを真面目に考えても仕方がない、真面目に考えても仕方ないっていうか、そもそもにこの実数だったらば、まあ、ルベーグ速度があるわけですよ、我々には。1に規格化されてないけど、でまあルベーグ速度さえあれば、その何でしたっけ、ルベーグ速度があると、なんかラドン・ニコディムの定義で、なんかこう F だ、こう FD ラムダとなるような、なんつうか F が存在するわけですよ。ゼロ、速度ゼロの集合が一致してるというか、ラムダがゼロの集合、速度ゼロの集合ならば P も絶対速度がゼロになるというアブソリュートリー、なんだ、コンバージェンス
な時にはラドン・ニコディムの定理によりこのような F が存在することが知られていて、これが確率密度になりますとかいうことがあって、で結局そのラムダから直接 P とか F が作れちゃうんで、あんまりその元のこのこいつを考えても仕方がない、仕方がないっていうか、まあ、必要があれば考えるんですけど、まあ別に普段は考えなくていい。で実解析っていうとこんな感じで、そのローを扱うと、ローと X の関係で、そのローのコンボリューションがランダム変数の和のローになってるだとか、そういうのをちまちま証明していく感じで、でまあこういう風になってると。で中心極限定理とかは速度論のところでやるんだけど、速度論でやるときには大抵いろいろと、なんかどうせお前らわかんねえだろうけど一応書いとくよみたいな書き方がされがちで、その証明も大きく起こらないんだけど、実解析の方では割とガチでその辺もやると、その点列の収束とかを真面目に扱って、まあしかも加速な関数とか分布関数とかを元に結構ガチでローとかの関係をやると。でこれすごい難しい。で速度論は結構なんだかんだで確率空間なんで、その古典的な確率の話に結構簡単にマップできて、大して分かってなくてもまあ分かった気分になって進むのは慣れるとどうってことないだけど、まあ、感覚的に速度とかが分かるようになると結構読める。実解析はそれでも辛い。その古典的なところに最終的にはマップできるんだけど、そのなんかそのマッピングが辛すぎてなんか全然進まなくて辛い実解析で、なんで実解析いるのかっていうと、みんなギャンの論文とかが、まあガンですか、まあどちらか知らないけど、ガンの論文とかが実解析の言葉で議論するんですよ。なんか例えばこの X と加速な関数としてランダムバリアブルを使うし、分布関数って言うと F だし、ローの X とかも普通に使って、まあ、ローの X あんま出てこないか、まあ、とにかくその実解析の言葉と実解析の定式化で議論をするので、言葉を知らないといかん。ただ個人的な印象としては、限りなくほとんど古典的な場合だけで扱えるようなことしかやつら議論してないくせに実解析の言葉を使う。なんで多分頑張ればこの世界で全部書けるんじゃないかなと個人的に思ってるし、少なくともこの世界で書けないことはないと思うんだけど、なんかみんな実解析の言葉で書くので仕方なく俺は実解析を勉強している。それがすごい辛いで、ただまあだいぶ、まあ、どういう世界か理解するようになったけど、で関数解析ガチでやろうとすると、本当はこの分布関数とかの方がすごい主流になってきて、この加速なランダムバリアブルとかあんまり出てこないでいろいろ議論ができるようになるんだけど、まあちょっと関数解析ガチでやっていく方向は辛いので、まあ、そこまではいらないであろうと個人的な見解で、まあ、実解析ぐらいをちゃんと理解してれば大丈夫であろうと。でやっぱその速度論だとなんか確率空間ベースに話してくれるんですよね。みんな別にそんな義理はないんだけど、まあけど確率空間前提にみんな話して、そのこういう話するんだけど、なんか分かんなくてもいいですよみたいな、こう甘やかしてくれる感じで話してくれるんで、まあ心の中で確率空間いつも思い浮かべておけば大体読めるようにでき書いててくれてる。ところがやっぱ実解析はそうじゃないんで、もう最初から確率空間じゃない世界のこと結構よく考えるんで、そういうことをいちいち元の確率空間に戻してるとすごいややこしくなってくんで、やっぱなるべく速度論の上でボレル集合族の上で抽象的に直接考えられないと追えなくなってくような難しい話が出てきちゃうんですよね。でなんでまあそういう訓練をする必要があるので、まあ、実解析のやり方でやっておくのは価値があるんだけど、個人的にはその今の論文内容とかをこのこっち側の世界で誰か書いてくれればいらないと思ってるんですよね。で誰か書いてくれてもいいんじゃないのかな。そろそろディープラーニング流行ってるしさ、ねえ実解析つらいです。だから速度論で書き直してよ。WGAN とか
クラメールギャンとか、まあ何でもいいけど、なんとかギャンとか、まあギャンに限らず、その、なんていうんですかね、収束について生成モデルの議論をするときには、速度論の言葉で翻訳してくれる人いないんすかね、誰かやってよ。っていうのがここまでの感想ですね。てか、それさえやってくれれば実解析いらないのにな、多分。まあ LP ノルムとかは知ってた方がいいけどね。で、実解析だと解ファンメトリックとか出てくるんすよ、普通。あとレビーメトリックですか。で、この辺はなんつうか理論的には結構重要で、まあよく使うんだけど、で、ガンの論文とかでも、なんか、不憤、俺知ってるぜとか思って、例とかして出てきたりするんだけど、まあ個人的には知らなくてもそんな使わないんで、あの、カントロビッチディスタンスですか、アースムーバーディスタンス、ワッサースタインディスタンス、まあ名前なんでもいいけど、まあそこら辺だけ知ってればいいんすよ。ベビーメトリックなんか知らなくて、と個人的には思うんですが、なんか不憤俺知ってるぜって感じでみんな出してくるんで、それなんだよって思ってしようとすると、知ろうとすると実解析を真面目に勉強しないと意味がわからない。特にレビーメトリックとかね、もう何を言ってんだお前はって感じなんで、なんだけど、なんかね、そういう知ってるっていうハッタリのためだけに出した言葉を知るためだけに勉強してもしょうがないんでさ、なんか重要なことだけだったら速度論の世界で話してよと思うのでした。まあだからなんだよっつと何でもないんですが、実解析つらいっていう話でした。お前ら実解析やってますか。俺は結構やってますよ。もう3ヶ月ぐらい実解析ばっかやってますよ多分。いやー、無職最強ですね。まあそろそろ、まあ、みんなが何を言ってるのか理解できるようになってきた。そのなんつうか議論を終えるほど理解はしてないけれど、何を話をしてるのかは分かるようになってきたぐらいにはなりましたね。はい、以上です。実解析、お前らやってますか。